残量表示計量の説明。残量表示計量とは、手で持っただけで 100g の重さがわかるベテランが素早く計量できるようになる計量方法です。計量目標値が 100g から 110g の場合、計量物を左の計量ゲートに載せます。重量が安定すると赤色で5と表示されます。この場合、目標値よりも 5g 足りないという意味です。 95g の計量物が載っている状態です。次に計量物を中央の計量ゲートに載せます。重量が安定すると緑色で丸と表示されます。この場合、計量目標範囲内の重量になっているという意味です。次に計量物を右の計量ゲートに載せます。重量が安定すると緑色で8と表示されます。この場合、目標値よりも 8g 重いという意味です。118g の計量物が載っている状態です。右の計量物を少しだけ取り出し、左の計量物に載せます。この取り出す量は 10g くらいを目処にします。すると左右の表示も緑色の丸を表示します。これで計量完了です。残量表示計量のメリット。残量表示計量はモニターと計量物の距離が近いので視認性に優れています。計量物と表示が同時に視界に入ります。直感的に過不足を認識できるので、調整に必要な重量を素早く判断できるようになります。過不足を実重量から暗算する必要がなくなります。